はい、皆さんこんにちは、タキです。今回のテーマは、いい歳になって童貞処女ってやばいですかということをテーマにお話をしていきたいと思います。結構 DM とかコメントでもいただく内容なんですけど、何歳なのに童貞なんです、処女なんです、やばいですかっていう結構ざっくりした質問がよく届くんですよ。で、今回はこの質問に答えつつ、大切にしてほしい考えというのを、まあ、持論で展開していけたらなと思います。では早速いってみましょう。まず、いい歳になって童貞処女ってやばいですか？私の結論はやばくないです。ただ理由によるかなと思います。これが私の答えなんですけど、まあ、どういうことかということをお話ししていきます。まず、経験のないことを焦り出す年齢って多分人によって違うんですよね。その基準っていうのは多分その人の環境とか周りの人っていうので変わってくると思います。10代でも周りが多く経験していると、あ、自分だけしたことがないってどうしても周りと比較して焦っちゃうこともあるし、20代の方でも周りに経験している人が少なかったら、心のどこかで、あ、まだ自分も大丈夫って安心するだろうし、焦りなんてないよって方もいらっしゃると思います。まあ、童貞処女がやばいというよりかは、私が一番やばいなと思うのは、焦ってしまってもう誰でもいいからやっちゃえってなって体を許してしまうこと、これが一番ちょっとまずいかなっていうふうには思います。そんな焦る必要ないですから、自分がこの人だって思える人が現れるまで待ってみるのも全然いいと思います。人生において焦っていいことってあんまりないので、まあ、何の話やって感じなんですけど、何が言いたいかというと、まあ、初めての経験というのはかなり鮮明に思い出として残るんですよね。特に女性というのは、まあ、初体験という思い出とともに、まあ、痛みを伴うことだってあるので、その痛みというのも覚えています。それがもし好きな相手だったら、その痛みもいい思い出として全て固められるけど、好きでもない相手として、あれは何だったんだろうって後で思い返して、しかも痛かったしなみたいな、あんまりこういい思い出ではないような気がするんですよね。だからやっぱり初体験というのはいい思い出であってほしいし、まあ、体は大切にしてほしいなって私は思います。最初の結論の話に戻すんですけど、まあ、ただし理由によるって私言ったんですけど、その理由っていうのは、例えば自分が童貞で本当は卒業したいんだけれども、あ、もう俺はいいんだとか、まあ、どうせ一生卒業できないだろうなって諦めたりとか、あ、もう右手が友達でいいやみたいな感じでちょっと開き直っちゃってる場合、これはちょっとどうかなって思います。正直は諦めないで、こう自分がこの人としたいなっていう相手が見つかって、まあ、その人とできるようにそう発展していければなというふうには思います。一人でするのもいいことだと思うし、そういうお店を利用することもいいとは思うんですけど、やっぱり自分がこの人だって思える人とするそういう恋愛とか行為っていうのはすごい格別なものだなって思います。心も体も満たされて、きっとあなたもいい男、いい女、そしてまあ人間としても成長していけるんじゃないかなと思います。なんだろう、テーマからはちょっと話それたかもしれないんですけど、まあね、いろんなことを通して成長をねしていけたらっていう感じの動画でした。そのためにも私もこれからも、まあ、恋愛とか性についての発信をしていきたいと思います。はい、ということで今回は、いい歳になって童貞処女ってやばいですかということをテーマにお話ししたんですが、いかがだったでしょうか。結構その YouTube を始めて、まあ、そういう質問をいただいて、あ、皆さん結構そういうことで焦ったりとか悩んだりっていう方も多いんやなっていうことがすごい分かりました。で、まあ、これからもそういう皆さんといろいろ悩みをねシェアしながら、このチャンネルも成長していけたらなと思います。今回の動画が少しでもなんかためになったわとか、ちょっとこう悩みとかがねちょっと楽になったという方がいれば、ぜひ高評価コメントの方お待ちしております。今後もいろいろね配信の方していきますので、ぜひチャンネル登録もお忘れなく。では今回の動画はここまで、また次の動画でお会いしましょう。バイビー。